6月23日 JST にデベロッパーズベータ2が出ました。それを受けてインサン iMac ではオープンコアでのアップデートの報告が相次いでいます。また独自企画のグラフィックライブラリであるメタル3がポラリス10などから除外されています。つまり RX400、RX500 シリーズが一線から退くことになりそうです。ただドライバーそのものがなくなるのでなないようですが、今後比較的安い 6600XT などへの移行も進むでしょう。曲げてきた。なんとクローバーの方は未だにオープンコアがリリース前なのに統合を始めました。モデレーターのスライスさんを筆頭にマットゲン84さんが 9thCPU を、アルファさんとボティ33G0 さんが 10thCPU のテスト、マルドンさんが 12thCPU をテストしています。スライスさんのローカルリポジトリですが起動できるようになりました。起動の様子はこのような感じです。今のところを利用したい人はアルファさんのサイトにアップしましたので参考にしてみてください。今回はこれでおしまいです。見てくれてありがとうございました。